二千十八年ブエノスアイレスユースオリンピックにおける相手の腕を後ろから脇で抱える後下下方の基本敬語下下方は柔道の固め技のそもそも込み技の一つ。行動感や国際柔道連盟での正式名。アイフ略号 UKG。別名逆下下方。基本の形は仰向けの相手に対し相手右腕を自分の右脇に抱え自分の体に巻きつけるように 密着させ、左手で相手の帯を取り左脇で相手胴体を抱え押さえ込む。相手の腕の脇での抱え方は、前から抱える場合、後ろから抱える場合、抱えないで腹前に置く場合がある。方けさ肩の自分の体が逆向きになるような形になる。つまり、上四方肩と方上四方肩のように相手の頭側からけさ肩系の技で押さえるのである。また、 通常のけさ方が自分と相手がお互い顔が見える状態で抑え込むのに比べ、あとけさ方では自分が相手に背を見せた状態での抑え込みとなる。抑え込まれる側は片手、首、両足が自由になるため、相手を抑え切るにはコツが必要になる技である。相手の腕を後ろから抱える場合、強く相手の腕を巻きつけ完全に体を密着させて、 十分に相手に体重がかかるようにするのが重要である。別の形としては、仰向けの相手の右脇を背後に、相手の左肩小丈部床に、自分の左肘を落として押さえ込む。着衣の場合は、左手で相手胴衣を掴んで固定したり、右手で相手左膝近辺を掴み引き上げることで、エビやブリッジを防ぐ。バリエーションは、下記のものなどいくつかあり、書籍。 寝技の風つるには、腕座膝型の一種キーロックをかけながらの後けさ型が掲載されている。かつて、行動館では、うけさ型に包含されていたが、多様化する技術への対応のために、行動管理研究部で技名称の再検討を行った結果、2017年に、この技を正式に認めることになり、国際柔道連盟に合わせる形で、うけさ、 肩と後けさ肩に分割された。1926年の書籍、新式柔道では法上司法肩に分類している。行動感や愛婦では法上司法肩には分類していない。手肩後けさ肩は、相手の左側から押さえ込む場合、相手の左腕を右肘と右脇で曲げて抱え、左手で自らの右腕を持って、両腕でのキーロックのように絡めて静止右手で、 自分の右ももをつかみながら押さえ込む後けさかた。相手の胴は押さえない。7大学柔道での別名キーロック。自分がうつ伏せや亀の状態で、相手が脇から手を差し入れて攻めてきた時に背後から差し入れられた腕を深く脇に挟み、相手を巻き込みながら反転し、自分が上隣やとなり後さ坂田に押さえる変化がある。この場合、 背後から差し入れられた腕を脇に挟み、相手の動きを制して抑え込む。払い巻き込みや、外巻き込み、大外巻き込みなどの相手の腕を脇に抱えて投げる。技が不十分だった時に、相手の腕を脇に抱えたまま後けさ肩に押さえる。変化もよく見られる。ハーフガードの相手に対して、肩口に肘を落とした後に、絡んだ相手の足を手で掴んで外した場合などに、この形になることが多い。 あとけさ方から、より安定している横四方方につなげることも多い。ブラジリアン柔術、総合格闘技ではあとけさ方から、相手をまたぎ、マウントポジションを狙うケースがある。ありがとうございます。